はい、皆さんこんにちは。ロボット大好きお絵かき玩具チャンネルロボラボです。さあ、今回のアイテムは、この撮影の、先月なんですけど、2023年5月にプレミアムバンダイから発送されましたデラックス超合金カイロスプラスハヤテインメルマン機対応スーパーゴーストセット。こちらをちょっとワンテンポ遅れて開封して遊んでみようと思います。ご存知、劇場版のマクロスデルタ絶対ライブに登場した装備なんですけれども、そちらの立体物です。定価は税込み11,000円。現在のマクロスシリーズではおなじみのゴースト、それを2機と、あとこの台座が付属したセットのアイテムなんですけれども、今日はこれを僕んちのデラックス超合金カイロスプラスに取り付けて遊んでみようかと思います。ぜひ最後までお付き合いください。そしてまたチャンネル登録やグッドボタンもよろしくお願いします。あとツイッターもやっております。たまにね、僕の大好きな YouTuber さんたちとか、あと漫画家さん、イラストレーターさんたちがいいねしてくれることもあって非常に励みになっております。フォローまだの人はそちらもぜひ。こんな感じでね、ちょっとネタバレ的なこと言ってしまって申し訳ないんですが、これがあれば、あの絶対ライブのクライマックスシーンを再現できるという、そういうセットになっております。じゃあ早速中身を、パッケージにはこんな感じで入っておりまして、作中もいきなり登場したような感じで、僕的にはあんまりこれのこと詳しくないんですけれども、これがノーマル状態みたいな感覚でいいのかな。で、このゴーストに取り付けるブースターパーツたちが付属しております。こっちが上部に取り付けるやつで、これが機種に取り付けるカバーパーツ。じゃあまずはサイドブースターから取り付けていきましょう。主翼の先端を溝にスライドさせると、ここでパチンとはまります。反対側も同じようにスライドさせて、で、このマーキングが外側に、こんな感じで来るのが正しいポジションみたいです。で、上部はこのダボを穴に差し込んで、これがね、トップブースターって書いてありました。すごい、ゴーストにね、こうやってブースターを取り付けていくという。で、これが機種のカバーなんですけど、こっち向きでかぶせます。軽くパチンってはまりますから、これで OK。さあ、準備できましたよ。この尾翼の部分は展開可能になっております。いやもうね、劇中では早すぎてね、どんなデザインしてるのかよく分かってなかったけど。で、トップブースターのところのノズルが、このようにボールジョイント稼働できるようになってます。さらに、主翼部分は付け根のところで引き出せるようになってまして、これで角度を変えることができるようになってます。スタンドは2機分付属してまして、お好きな穴にアームを差し込みまして、これ稼働させて、お好みのポジションにして、で、この先端部分、ここにゴーストのこのジョイント、これを差し込みます。このスタンドは今回は、カイロスにブースターを装着した状態でも一応補助サポート的に使ったりすることもあるんですけど、僕今回はちょっと見た目を気にして、あんまりこのスタンド使わないでいこうかなと思ってるんですけど、大丈夫かな、保持できるかな。じゃあ2機並べまして、じゃあいよいよデラックス超合金カイロスプラスに接続して遊んでいきましょう。このアイテム、僕ちゃんと動画にしたことないんですけど、ただ以前動画にした、ジークフリードと、基本的な変形方法は同様だと思うんで、変形解説の方は今回はカットしていきます。それではここでファイターモードにしまして、これでゴーストと一緒に遊んでみましょう。今日はこの後あんまり登場しないと思うんですけど、これがノーマル状態、通常のカイロスプラスハヤテインメルマン機。はい、インメルマンが乗ってますね。ジークフリードの方とは部分的に造形とかカラーリングが異なっております。劇場版絶対ライブに登場する機体で、ジークフリードを破壊されちゃったハヤテたちが、こちらの機体に乗り込んで活躍しておりました。
じゃあいよいよスーパーゴーストを取り付けていこうか。ここのジョイントを使います。で、機体の方はこの主翼を先端下に折り曲げるんですが、こうするとここに接続部が、はい、見えますね。ちなみに劇中だと、まあ、接続の時こうやって尾翼をね畳んでたと思うんで、まあ、この状態でいこうと思います。ただこのジョイントが、まあ、なかなかきつくてね、まあ、でも緩いと大変だもんね。さあ、はまったかな。よし、こんな感じ。ゴーストの翼の角度を変えまして、まあ、接続されるとこんな状態になってましたね。じゃあ反対側も取り付けまして、さあ出来上がりました。ゴースト単体でも長さちょっと測ってみたら、まあ、20センチ少し超えるぐらいの大きさあったんで、まあ、実物はなかなかのボリューム感ですよ。説明書の写真だと尾翼は畳んでなかったりするんだけど、まあ、この辺はお好みなのかな。で、こちらが別売りのアーマーパーツセットの方に付属していた、まあ、2連装のツインキャノン。劇中終盤ではアーマード状態で発進してるんですよね。で、こっちの状態でゴーストが合体するという。デルタ5受け取れ!さすが隊長!まあ、こっちは今回付属してませんが、キャノン砲はこのように伸縮と展開が可能となっております。まあ、僕はおもちゃやプラモデルは、まあ、なるべく手に持ってブンドドしたい派なんですけども、さすがに今回は手に持ってキーンってやるのは、まあ、ちょっと危険かなとは思いつつも、まあ、結局やっちゃってます。じゃあお次はガオーク形態で。ちなみにこのコンテナ部分が、まあ、ジークフリードとはデザインがちょっと異なるんですけれども、展開方法はこのような感じになります。ガンポットは伸縮が可能。で、このように横に倒した状態にできます。はい、じゃあまたスーパーゴーストを用意しまして、で取り付けるとこのような感じになります、まあ、僕がこれで遊んでるのが2023年6月なんですけど、まあ、今月の段階であのリアルな方のねワルキューレの皆さんがファイナルツアーっていうことで、まあ、ここで活動に一区切りをつけるっていう、まあ、そういうタイミングなんですけれども、ただマクロシリーズの今後の新展開もまあちょうど発表されてまして、まあ、今度の新作はなんかサンライズさんが制作に携わるってことで、いや、どんな感じになるんですかね。まあ、それもまた楽しみにしております。劇場版の方にはやっぱりこの状態ではまあ登場してないので、また作中っぽくするとなると、まあ、コンテナ外して、で、やっぱりガウォークの時も、このブースターの主翼はこうやって横に曲げた状態になってたっぽいんで、まあ、こっちで行こうかな。あと今回のセットに手首が1個付属してまして、まあ、このハンドパーツは手のひらの部分にまあピンがついてるんですけども、この腰のゆりかごっていうパーツ、これを持たせるための手首になっております。こちら開閉するようになっておりまして、作中でこの中に何が入っていたかは秘密だよ。で、これを持たせることによって最後ハヤテの帰還シーンを再現することができます。先ほども取り付けましたこのアーマードパーツ用のビームキャノン、これもちょっとまたね取り付けてみようと思うんですけれども、実際はアーマーパーツをパージした状態でスーパーゴーストを接続してたんで、だからクライマックスをイメージして遊びたい場合はやっぱりアーマーパーツセットの方もね、まあ、あると楽しいかなと思います。うん、やっぱりブースターのもうサポートを使わないで飾ってるからね、さすがに時々ブラブラ揺れてるよ。
長時間飾るときはやっぱり先ほどの小さいスタンドでサポートしましょう。そして今度はバトロイドにも装着してみました。これはもう手に取って遊ぶのはもう大変ですよ。ちょっと動かしてるとね、背中のウイングがパタパタ動いたり、ちょっとドキッとする時もありますけども、ただゴーストが取れちゃったりすることはなかったですね。ハヤテが突入しようって時に、出力が足りないって言った時にこのゴーストをブースター代わりに装着するんですけども、ゴーストはジョイント部分でこのように回転も可能。これ実際に存在したら、翼だけ持ってかれちゃいそうな、そんな気もしますけどね。ちなみにこの前腕部分なんですけども、カバーのところがこれ上下にスライドできるようになってます。これスライドするって説明書に書いてあったかな。なんか触ってたら勝手に動きました。そしてまたまた劇中仕様といいますか、コンテナ部分をキャノン砲に取り替えてみました。やっぱり僕はこっちで遊びたいですね。劇場版絶対ライブの感想は、前にもちょっと言ったことあるんですけども、マクロスってこういう終わり方はあんまりしないんじゃないかなと思ってたんですけど、ある意味正攻法な、泣かされる終わり方で、いい年したおっさんの僕も普通にラストうるうるしながら見ておりました。じゃああとは、ラストシューティングごっこといいますか、このキャノン砲部分を取り外して、でこれをゴーストに付属のスタンド、ここに取り付けると、でこれでカイロスプラスと一緒に飾ることによって、最後の一撃といいますか、あのシーンを再現することができます。そんなわけで今回はデラックス超合金カイロスプラス対応のスーパーゴーストセット、こちらで遊んでみたんですけども、さあいかがだったでしょうか。このアイテムゴリゴリだったでしょうか。あんまり動画にされてないような気もしたんで、ちょっと今回取り上げてみたんですけれども、持ってる人持ってない人、参考になれば幸いです。以前の動画でも言ったんですが、この劇場版絶対ライブ、テレビ版の後半の方で、なんかいつも同じことばっか繰り返してないかと思って見るのをやめちゃった方々にも、こっちは見れるよっておすすめしたいです。僕はそういう感想を持ったんですけど、ご覧になった皆さんはいかがだったでしょうか。またコメント欄にいろいろ書き込んでいただけたらと思います。ちょっと返信はできていないんですけれども、全部楽しく読まさせていただいておりますので。さあじゃあそろそろお別れですね。次回もまた僕のお気に入りのおもちゃで一緒に遊んでください。じゃあその時まで皆様ごきげんよう。またお会いしましょう。さよなら。